はい、まず最初にここにちょっと厚さを均等にするためにちょっと分厚いところを開いていきます。身を柔らかくします。筋切りですね、筋切り。ね、これない人はフォークで大丈夫です。ではこの後焼いていきます。この焦げつかないフライパンなら油引かなくて大丈夫です。で皮目から焼いていきます。皮から油出るんでその油で焼いていきます。砂糖が大さじ2分の1で、醤油、砂糖、みりんが全部いっぱい大さじ1半ずつですか。よくかき混ぜておきます。結構しっかりめに皮目は焼いて、結構皮はこれでパリパリになってます。8分程度焼けたら油を引いて、でここに塩タレをかけて、